1万円で。どうですか。アタック。はい、尾上町からこんにちは、竹ほらです。まさきです。はい、紹介します。風間一恵ちゃん、イエーイ。何してる人だって普通あるじゃん、このなんかこう肩書きみたいな。そう、今なんとかやってる風間一恵ちゃんって言おうと思ったんですけど、いや、いろいろやってるんで、どの肩書きがいいかな。難しいですよね。はい、風間一恵さんのプロフィール、細かいところは詳細欄に載せておきます。風間さんいろいろやってるんですけど、今日はオークホッケーっていうところがあるんですけど、そこでの草刈りですよね。はい、草刈り大会。はい、体験会な、何も分かんないまま今いるから草刈り会、草刈り大会、草刈り大会という名前をつけてます。大会だ。はい、優勝賞品は、いや特にないすいません、用意しときますつい最近この古い古民家を保存する会みたいなのを立ち上げたんですね。そうです。ふるさとの家保存会。ふるさとの家保存会。そうです。遅い遅い、今紹介遅い、はい、ふるさとの家保存会を作りました。はい、はい、その後ろにも書いてあるんですけど、ふるさとの家という。今年ちょうど築200年なんですよ。そう、25年ぐらい前にここに移設してきたんですよ、はい。まあ、それから、ね、観光客来て盛り上がればよかったんですけどね、いまいちシュンとしちゃって寂れちゃったんで、でもまあ壊すのはもったいないということで。そもそもここにこんな建物があるの知らなかった。ああ、確かにね。だって木いっぱいあるって隠れてるから。そう、あ、ここから山に入る道なんだろうなと思ってずっと見てた。そう、意外に知らない五戸町の魅力を掘り起こそうっていう俺らのテーマの町です。一恵ちゃんがやってるんだけどね。そうですね、何も偉くないですはい、ということで今日は午前中が草刈り大会、午後が、午後はバザーをやります。バザーですね。はい、はい、という感じで今日はふるさとの家保存会の皆さんと一日過ごしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、準備バッチリ。準備バッチリ、準備バッチリ。始まってるからね、ぶっちゃけないT シャツめくれてるよファッション、タオルとかちゃんとかPR の町民運動会、町民運動会、みんな来てね。はい、51回汗の量が違う。汗かいてるから汗かいてるよ。ちょっと塩飴食べる。塩飴食べる、食べる。めっちゃ欲しい。ポケットに飴入れてんだよ、もう。マジっすか。はい、なす一緒よ撮影係、暑いので家の中に避難しますおいあ、いい、涼しい、風が来る。あ、アリ地獄じゃないですか。アリ捕まえて放り込むパターン。いやいや、かわいそうっすよもう誰か放り込んでるよ、これ。え、誰かじゃないと祈りたいけど。普通に生息域だわ、いた。うんうんうん。アリ地獄って見たことあります？ある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 。ガハッて。そう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 、遊んでたね。アリはかわいそうだけど、アリ地獄はかわいそうじゃないっていうこの風潮。うん、名前のせいだね、アリ地獄ってね。地獄だね。やばい、俺らここにいるとずっと遊んでると思われる仕事しろ、仕事。はい、バザー始まりましたバザーバザー堀江隆文大先生がいるじゃないですか。多動力、どうですね、多動力やってます。多動力ちょっと無理だなこれ値段書いてないですけど、これはもういいねで、はい、まあ、100円ぐらいからお気持ち、これに入れてもらえれば、はいはいはい、お気持ちですよね、と思います。じゃあ1万円でマジですか気持ちですからね。流してください。え、マジでよかったら1000円札しかないわ1000円ででも1000円でもすごいですよね。すごいなんかためらってますけど。ありがとうございます。これ知ってます？重ね。かねさって言うじゃん。味噌だ。じゃあ、ごめん。これで1000円とかにしてくれる？
あ、いいよ。いいよ、いいよ。やった。いいよ。購入しました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、終わり。はい、次のお店にやってまいりました。はい、次のお店は何屋さんですか？服があります、ね。そうそう、服、服。これメンズ、メンズ服。メンズ、メンズ服。ちょっと、ちょっと今触るのに暑い感じの。暑いですね。やっぱりこれだよ。東北楽天イーグルス。これわかる？あ、もうクイズ。これわかる？あ、でしょ、あの、おにぎり入れるやつ。そう。え、でもおにぎり入れるやつなのか、おしぼり入れるやつなのか、どっちなんですか？これはおにぎりでしょ。これ、答えどっちですか、佐藤さん。おにぎりだと思います。おにぎりで、おにぎりで正解。てかこれ、これ何、これ、これがわかる、これさあ、これこそクイズ、これなんだろう、これなんですか、これ、これ使い方考えて、はい、10秒、はい、あ、ごめん、10秒考えてください、使い方、あ、みんな考えてる、はいはい、ゆで卵を置く、ゆで卵ね、おー、なるほどね、はい、はい、これ絶対さ、こう、こうやるんだよ、もうちょっと上だ、この辺につけるやつ、かっこよくね、笑われた、笑われた、一受け、この使い方分かる人、教えてください、あと募集したい、これ、はい、じゃあ今日のおすすめをお願いします。おすすめ、これじゃないですか、これなんでしょう、なんすかね、これそう、これもこれなんだ、枕、そうそう、枕でみんなやってました、枕 ね、 いいね、あの昔の、昔の、そうそうそう、はいはいはい、寝てみてください、これ、そう、子供から寝てください、寝てみてください、この辺で中で寝てもらうとこあれかな、中の方が映えるかも、そうそう、中で寝てもらおう、寝てください、昼寝届いてない、いきます、はい、映ったかな、今、おお、ラジオ体操めっちゃかかってる。これいいっす。あの肩凝った時にここグッと押すんですよ。なんかそんな感じ。意外にいいっすよね。じゃあ一言最後。一言。はい。アタック。はい。今日一日お疲れ様でした。草刈りやって。お昼ご飯食べて、バザー面白かったな、バザーまた来てください毎週土曜日やってるんでしたっけ、土曜日、はい、土曜日開放してます、でバザーは第3日曜日、そういえばシチエロさんいないね、シチエロさんどうしたんですか、途中で今日は忙しかったので、ね、帰りましたはい、今日ねカメラマンもね多分ね3人4人ぐらいにやってもらったもんな、はい、ありがたいですねちょっといつもと釣り方が違うんですけど、はい、私知ってますよ、サンデル登録、あ、本当、ありがとうございます、はい、じゃあ一緒に、はい、チャンネル登録よろしくね、ありがとうございました。